サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は絶好の試合日和になりました。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは FUT チャンピオンズウィークエンドリーグの一戦。見逃せない試合になりそうですね。ウィークエンドリーグでは様々なチームと熱戦を繰り広げていきます。同じ戦略が通用するとは限りませんから、相手に応じて臨機応変に戦略を変えていくといいんじゃないでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。ドンズ、ボールを奪われました。ボールはフレンキー・デヨングへ。ルーカス・バスケス、デンベレー、ここはボールを奪取しました。ネイマールですが、この試合で待望の100ゴール目は生まれるでしょうか。抜いた。周りを確認したい。このボールはコーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ、キーパーがコーナーをパンチング。セルヒオ・ラモスが絡みます。クアドラードに渡った。クリスティアーノ・ロナウド、よく見てボールをつなぎました。さあどうする。ゴール。ボールがネットを揺らしました。華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。このカットは大きい。しっかりと奪いました。フアン・クアドラード、ネイマー、メッシ、ここから狙うのか。ビッグチャンスだ。ゴールは無人だ。ゴールキーパーのポジショニングが外れていましたが、綺麗にゴールを決めました。この展開は予想できませんでした。メッシ、絶好のチャンス。タックルでピンチをしのぎました。ルーカス・バスケス、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを失った。ネイマールへ、これは絶好のチャンス。またもピンチか。ナバスが防いだもののプレーは続いています。セムアはルーカス・バスケス、ルーカス・バスケス、クロスのチャンス。鋭い読みでカット。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、アザールがボールを失いました。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。これはファールでしょう。フリーキックです。あっとリスタートです。ウスマン・デンベレ、レフェリーは流しています。シュートのチャンスだ。ディフェンスの見事なブロック。ここはメッシ、縦をつくでしょうか。折り返せるか。フアン・クアドラード、ネイマールに渡った。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。エデン・アザール、
ここからどうするのか。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。また止めました。しかしまだインプレーです。圧力をかけられます。ジョルディ・アルバ、ネイマールに渡った。ドンズ、敵陣へ攻め込んできました。おっと、裏へ出した。これはオフサイドです。チャンスでしたが、飛び出しが早すぎましたね。ネイマールが下がってボールを受けます。おっと、どうしたでしょうか。マークを外したらいけ。3点目、もうどうしたって止まりません。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。これは仕方ないでしょう。動揺せず、この後もしっかりプレーを続けてほしいですね。起きてしまったことは仕方がありません。切り替えていきましょう。なんとまたまたオンゴール。これはなんとも厳しい失点となってしまいました。あのゴールは仕方がないでしょう。なんとか取り返したいですね。コーナーキックで続きます。コーナーから中へ。スコアは6対0。ここでハーフタイムを迎えます。データで見てもこの選手の素晴らしさが分かりますね。今日はよくボールに触っていますね。攻撃の要になっています。これだけチャンスを作っていれば、アシストにつながったのも納得です。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半が始まります。どの試合も最後が大切です。ここからの試合運びに期待しましょう。ここはクロスのチャンス。この位置からプレッシャーを受けている。あっと、こぼれた。メッシにチャンス。ピンチが続きます。よく止めましたが、ボールはこぼれています。気を伺います。ビッグチャンスです。何が狙いでしょうか。
なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ムバッペ、固いディフェンスに攻めあぐねています。ムバッペ、これはチャンス。守りきれるか。ムバッペにチャンスです。ムバッペ、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。ネイマール、さあどうだ。テクニックを見せつけます。絶好のチャンス。これは危ない。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。いい位置で奪った。メッシ、何を狙うのか。ネイマール、決まるか。何を狙うか。ネイマールにチャンス。タックルでボールを取り返す。自陣内で相手のプレッシャーにさらされます。ドリブルで進みます。ここはディフェンスが対応します。さあカウンターを仕掛けるか。ディフェンダーが戻りきれていません。素晴らしいタックルです。自在にパスを通していますね。ゲームを作るパス、またまた通ります。ネイマールへ、クリスティアーノ・ロナウドにリターン。素晴らしいボールだ。素晴らしいセーブでゴールを死守。相手が寄せてきます。積極的にプレッシャーをかけます。ボールを取りました。シュートのチャンスだ。ピンチが続きます。タックルでボールを取り返した。デンベレのボールロスト。さあクリスティアーノ・ロナウドが切り込んでくる。ネイマール、思い切って打てるか。どう動くか。ここで決められるか。結局ここまでずっと一方的な内容で試合が続いています。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。ネイマールへ、メッシへ、試合が止まります。オフサイド。このパスは読んでいました。ドリブルで運びます。そこで取られてはいけない。決定的なパス。ここは慎重にプレーしたい。プレスを受けます。敵陣でのプレス。
ボールを奪い返します。試合終了です。ホームチームが勝利を収めました。今日はいつにも増してす。クリスティアーノ・ロナウド、よく見てボールをつなぎました。さあどうする、ここから狙うのか。ビッグチャンスだ。ゴールは無人だ。ゴールキーパーのポジショニングが外れていましたが、綺麗にゴールを決めました。3点目、もうどうしたって止まりません。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。